異常ありません。いらっしゃい。いい商品が入ってますぜ。 異常ありません。愚策である。出陣するか。 すでに勝ちは見えておる。
真田本体はまず大手前の北砦を制す。叔父上たちは東砦へ向かわれる。叔父上の部位を当てにしています。おお、大船に乗ったつもりでおれ正幸。我が槍も無茶ぶりしておる。叔父上の支えあってこそ策はない。あまり無理をさせるわけにはいかない。飛んだのが運の尽きよ。かかれ。叔父上のこと心配はあるまい。元より落とすはずの砦制圧つゆ、私の首を取れると思うか。手ごわい皆の者、老兵と侮ってはならんぞ。不働きなど自慢にならん。守るに安い妖怪や忍びを使い城代3人を調略し攻略する。本体が大手を攻めている間に手薄になった裏手から潜るのだ。さあダメ、大手に攻め寄せよる腹か。迎え撃て、皆表に詰めよ。無理に門をこじ開ける必要はない。門をくぐった途端に矢の雨ではつまらんからだ。正幸様から言われてたのは、あれあれ、あの人藤田さんね。藤田様、我が主真田正幸より書状を預かってまいりました。なるほど、正幸殿らしい。領事の安堵をお約束いただけるのであれば。藤田もどちらへ。まさか武田方へ寝返られたか。ため働いておるのは猪俣くらい。次は金子。今
見事な調略じゃな。兄上を思い出すな。だがわしの武君の稼ぎどころがないぞ。申し訳ありません、おじい。武君などより人が死なぬ方がよほど。武働きなど自慢にならぬ。元城はもうまだ耐えておるか。そうね、無事に間に合ったみたい。うわ、援軍だ。これで巻き返せる。来たか。見たところ援軍は意気堅固。まともに相手取れば手こずるかもしれない。ある上将が武田の贈り物を受け取ったのだ。何やら金がどうとか。何だと。そういえば以前にも聞いたことがあるようだ。もはや城を守る意味があるのか。降伏した方が良いのでは。さて、おじい、手はずどおり。なんと、あれに見えるは北条の姫君。叶うはずもない。者ども、引け。やや、そのため、不利と見て引くか。今だ、城から打って出て、援軍と共一せよ。かかったな。金子を城の外に釣り出すのだ。城の門前で何か。急ぎましょう、藤君。お待ちください、姉上。ちょっと加速が。やれ、マサス。平凡。マサユキ様のご指示通り、沼田城の表を閉じ申した。これで金子は。なんだ、なぜ門が閉じる。城に戻れぬではないか。出すとしよう。バラれればかえって金子の息は上がる。早々に蹴りをつけない。これはこれは宇治君だ。先だっての戦ではご兄弟ともども世話になりました。様ご推薦の忍びである。出番。見事な調略ね。人を騙すのはそんなにお好き。ならば姫様は人を死なせる方がお好きか。
ようなことだ。敵将を討ち取った。そろそろお心を決められて武田にくだらぬ悪いのかもしれとてもかなわぬ武田に降伏いたすに最後に残る状態は今だった。多少は骨があるようだがこの状況でもな。城代様が二人も。もうダメだ。沼田城は武田に明け渡す。城内の門を開けるゆえ参ろう。開門。お役目です。馬がご入り用ですか。ありがとうございます。また寄ってください。
作豊作。信長率いる本隊は6万。六万か。数では到底及ばぬ。籠城して迎え撃ちましょう。遠征による敵の疲れを突き。ぐさ。なん。ここ新府城は築城間もなく備え。ならばどうする。まさ。勝頼様には我が真田に身を寄せいた。貴様、我が真田本城は守りに堅い要害の地。信長も深追いは嫌うはず。今は耐え忍び再起の時を。ならん。なりませんぞ勝頼様。武田が甲斐を。さようです。落ち延びるにせよ我が岩殿城に。はい、分かった。正行の言に従おう。勝頼様。相違ございませんな。ああ。されば私は直ちに出立しお迎えの用意をいたします。
あ、世話をかける、正幸。ご無念ではございましょうが。そうだな。父上に何とお詫びすればよいか。我ら家臣の力が及ばず。言うな。すべての咎は私にある。真田の里も久しぶりだ。皆。は。おかげをもちまして。そうか、それはよかった。信行や雪村に会えるのも。勝頼様。ん？どうした、正幸。必ず。必ず。分かっている。はい、勝頼。私はこたびこそ守るべきものを見失わぬ。雪村様。